変身よレカバ抜刀お疲れ様です。前田です。今日はこちらです。仮面ライダーセイバーガシャポーンワンダーライドギアコレクション01です。 はい、再現用にですね、小さい、あのー、ソードライバーとかが欲しいなということでですね、えー、早速ですね、このアイテム、今週発売かなで、コンプセットが売ってましたので、注文したらですね、金曜日の夜に届きましたので、ご紹介したいと思います。 てか、いつもカプセルないんですけど、今回はカプセル付きできましたね。まあ、なのでですね、これから回す方、何色がこれ入ってるよっていうちょっと参考にしていただけたらと思うんですけど、今ちょっと手に取ってる、これが、え、白ですね。これはですね、えー、青いやつなので、おそらく、あの、あれですね、水星圏流れでしたっけ。えー、ラインナップを見ますかやっぱそうですね、はい。 え、白いカプセルはこれが入ってまして、で、え、今回のラインナップなんですけど、はい、ブックレットがこういう感じでですね、全7種類ということで、1番が聖剣ソードライバー、セイバーバージョンということで、ブレイブドラゴン、ワンダーライドブックピーター・ファンタジスタ、ワンダーライドブック付属ということでですね、1番でございます。え、約72ミリのビッグサイズ。バットアクションを再現可能、これ開くんですかね。 え、付属のワンダーライドブックをセットということでですね。え、これが出ればですね、え、ミニサイズの、え、ドラゴンとピーターのですね、ライドブックが手に入るということですね。で、2番が聖剣ードライバーブレイズバージョンで、あ、これは1個なんだ。え、ライオン戦記キワンダーライドブックが付属ということですね。ジャックンと豆の木、ド豆の木あたりが付くのかなと思ったんですけどね。 3番が火炎剣劣化、4番が水星剣流れですね。約 140mm のビッグサイズということでですね。ガシャポン版と結構近いサイズですかね。で、5番から7番までがスイング仕様になっているワンダーライドブックで、5番がミニブレイブドラゴンワンダーライドブック、劇中のギミックを再現ということですね。で、6番がミニライオン戦記ワンダーライドブック。 ブ七7番がミニピーターファンタジスタワンダーライドブックということですね。ワンダーライドブックって長いですよね、もう。あの、再現のですね、僕最初の字幕作るときに、あの、どうしてもですね、このアイテム名が長すぎて、えー、結構割愛というか入らないんですよね、画面に。なのでちょっとい言い方変えてやってますけどね。はい。という全7種で、で、白いカプセルは、えー、これですね。水星圏流れですね。え水、ー、星圏流れは4番。 ということですね。どんどん開けていきましょう。はい。赤は、これは、セイバーのなんかでしょう。赤なので、ブレイブドラゴンですからね。はい。出ました。あ、これは1番ですね。はい。お、すごい。シールもいい感じですよ。1番が、えー、まあ1番当たりなのかな今回のラインナップの中では。えー、っとですね。ステソードライバーのセイバーバージョンで、えー、水色。 のカプセルは、よいしょ。はい。えー、予想通りあ、そうですね。はい。えー、ブレイズバージョンの聖剣総ドライバーですね。そして、紫は、紫。これ本当に他の色だとちょっと想像つかないですね。紫なんだろう。あ、これか。はい。 5番ですね。スイングのドラゴン、ブレイブドラゴンのワンダーライドブックですね。で、はい。これは黒黒かなはい。黒いカプセルが、あ、意外。火炎剣烈火が黒いカプセルで出てきましたね。で、えー、っと、はい。黄色が、黄色、黄色。よいしょっと。あ、これは、 ライオン戦記のスイングですね。6番ですね。じゃあ最後が、7つ目のこの緑のカプセルは、よいしょ。はい、ピーター・ファンタジスタのスイングバージョンということでですね。じゃあ全部シールを貼ります。はい、7種類全部シールを貼って組み立てました。これ一応サムネ用に上から撮っております。 はい。まずは1番の聖剣ードライバーセイバーバージョンと2番の聖剣ードライバーブレイズバージョンですね。1番にはですね、ブレイブドラゴンワンダーライドブックとピーターファンタジスタワンダーライドブックが付いてます。2番にはライオン戦記ワンダーライドブックが付いてるということですね。まあ、それ以外はですね、剣の部分が火炎剣劣化か水星剣流れかという違いですね。 約7 2ミリのビッグサイズということですねで。こんな感じの全体でですね、裏は毎度おなじみですね、このクリップになってますので、ベルトとかにつけることができます。 いや、これ小さいですけど、めちゃくちゃよくできてますね。ここ塗装ですしね。で、ワンダーライドブックもものすごい小さいんですけど、僕の親指の爪とかより小さいぐらいですけど、ちゃんとシールがあってですね。はい。ちゃんと何のライドブックかよく見るとわかりますね。で、これは中にもシールがあって、開けるとこんな感じになってますね。セイバーのブレイブドラゴンに、はい。ピーターファンタジスタですね。 いや、よくできてますね。で、えー、火炎剣レッカーですね。引っ張ると抜刀できるんですけど、行きますよ。引っ張りますと、硬いよいしょあ、抜けた。なんですが、えー、この抜刀に合わせてですね、ライドブックが展開っていうギミックは、え割愛されておりますね。触眼だとですね、それができるんですけど、あの、ライダーごっこ、簡単組み立てのやつですね。はい、ただ、なりきり遊びはできますので、 ええと、まあ、再現。もう昔僕、デラックス買うより前はですね、食眼とかガシャポンでやってましたからね。えー、はい、これでですね。<laughs> はい。ブレイブドラゴンってやって、刺しますよね。かつて、ええー、何でしたっけかつて、なんとかなんとかの神獣がいた。刺すと、テレンテンテンテレンって言って、変身よっ <laughs> 劣化抜刀 ででででででーんっていう感じですね。はい。ちょっと僕、変身を覚えてないですけど、こういう感じで遊ぶことができますね。で、このワンダーライドブックはですね、ちゃんとこう押し込むと、はい、カチッとはまりますので、ひっくり返しても落ちませんね。はい、こんな感じですごいよくできてますよ。まあ、シールが、あのー、そのまま小さくしたようなシールなので、非常に見た目がいいですね。ちなみに裏はこんな感じで、火炎剣、レ かも、はい、短いですけど、まあ、デラックス版っぽい見た目ですかね。後からご紹介する火炎剣烈火とかは長いですからね。あれは、あの、デザイン重視といった感じですね。ただからこれ、やっぱり、聖剣総ドライバーっていうふうに、こういうふうにまとまってくれてるおかげで、はい、僕のところにいるですね。はい、この主人公ですね。とうまくんのサイズとバッチリですね。ちょっとでかいかなうん、あ、でも、全然ちょうどいい感じですね。スケール的に。 ほら、こんな感じで、ワンダーライドブックとのサイズ感バッチリですね。これでやっぱ再現度がですね、えー、やや、え上がると思います。 はい。2番のですね、聖剣総ドライバーブレイズバージョン、ライオン戦記ワンダーライドブック、付属というやつはですね、先ほどの1番と一緒ですので、まあ簡単に紹介しますね。ライドブックが展開できて、はい。ライオン戦記ですね。で、この水聖剣流れを引っ張ると抜刀できますので、なりきり遊びができますね。ブレイズの RKF は明日発売ですよね。 えー、それがあれば、まあ、2話目をなんとか再現できるかなという感じなんですけど、いやーでも2話目からですね、まだ発売してないおもちゃ出すぎですよね。あのー、セイバーも、ブレイズもですね、あの乗り物が出てましたよね、2話で。あれまだおもちゃ出てないですからね、なかなか、えー、完璧な再現を作れないまま、えー、3話目に入ってしまいますけども、うん。まあ、ブレイズの RKF だけあれば、ま、あなんとか格好はつくかなといったところでしょうかね。 はい、お次はですね、3番火炎剣烈火と4番水性剣流れでございます。これはですね、約1 4 0ミリのビッグサイズということで、結構長いですね。お回転台がうなっておりますが。先ほどの1番と2番に付属した、はい、剣とですね、比べるとこんなに長いですよ。すごい長い。はい。はい、どうですか横に並べるだけで2倍はありますかね ?2 倍以上ありますね。はい、超長いので、かっこいいですね。 で、えー、ギミックは特にないです。はい。デザイン的にはこんな感じですね。結構やっぱりボリュームがあるので、うん、いい感じですね。 RKF のセイバーとですね、並べるとこれぐらいのサイズ感なので、RKF と一緒ぐらいの長さというかこの高さがありますね。かなりでかいです。なのでちょっとこれ持たせる感じには、ちょっと不自然ですね。超必殺技とかでこういう剣がでかくなる演出とかが出れば使えますけど、うん、という感じですね。ちなみにさっきの1番についてたこのやつで、これがちょうどいいぐらいの サイズ感かなうん。まあ、付属の剣あるので、いいんですけど、持たせる剣があるので、というぐらいのサイズ感ですね。はい。音がやばい。えー、続きまして、5番、6番、7番ですね。赤いやつが、ミニ、ブレイブドラゴン、ワンダーライドブック。えー、青いやつが、6番、ミニ、ライオン、戦記ワンダーライドブック。そして、7番ですね。えこれは何色えー、エメラルド、グリーンと言えばいいんですかね。が、ミニ、ピーター、ファンタジスタ、ワンダーライドブックでございます。 今は閉じた状態ですね。で、これ開けますので、開きますと、はい、手動で開くことができまして、まずは1ページ目を開いた状態がこんな感じでございます。シールがバッチリありますので、本当にデラックス版を小さくしたような見た目ですね。はい、これがライオン戦記で、ピーター・ファンタジスターですね。で、3ページ目、あ、じゃ2ページ目か。2ページ目もこのように。 はい。開けることが手でできますね。デラックス版だと、あのー、連動ギミックによってですね、こう手では開かない仕様になってますので、そういう部分は、これ遊びやすいかなという感じですね。はい。これ3ページ目と2ページ目を開いた状態ですね。いかがでしょうか。えー、ピーターファンタジースター。で、ブレイブドラゴンですね。うん、かっこいい。 そして、えー、ライオン戦記となっておりまーす。いや、本当によくできてますね。これ、パチッと、えー、ページが閉まって、1ページ目、で、2ページ目というふうに手動で開くことができますね。次のページはないですね。で、えー、スイングがついてるので、カバンとかですね、えー 携帯とかにですね、つけることもできるということですね。いや、これすごいよくできてますよ。ちゃんとこう、あのスピーカーの造形とか、あのスキャンする部分とかありますからね。うん。という感じで、えー、はい、これがピーターですね。どうでしょうか。ちゃんとこの刺す部分のあのマークも付いてますね。こんな感じでございますね。うん。まあ、これをじっくり見てもですね、はい。 デラックス版と遜色ないですね、という感想が <laughs> 出てきますけど、うん、ライオン戦機。はい、どうですかそう、ちょっと手荒れがひどくて申し訳ないです。その、キラメージャーのガシャポンを今日撮ったんですけど、うん。アップにするとどうしてもこの手がボロボロで、えー、申し訳ないですが、はい、という感じで、えー、これどれも当たりっすよ。いいですよ。えー、5、6、7でしょで、えー、これが3と4でしょボケてる、ボケてる。はい。 で、えー、これが2番。2番のソードライバー。で、1番のソードライバー。セイバー用ですね。はい、こういう感じのラインナップになっております。カプセルの色がですね、最初にご紹介したように排出されるようなので、皆さん欲しいやつはどれでしょうか 僕はあの、全部欲しいので、回すのじゃなくて、毎回コンプセットを買ってしまうんですけど、はい、一点狙いとかですね。まあ、これとこれが出ればいいかなという感じで、回される方はですね、参考にしていただけたらと思います。 はい。ということで、いかがだったでしょうかね。明日から4連休の方も多いのかなシルバーウィークって言ってますよね。何年か前にシルバーウィークってあって、もう何年前ですか ?10 年ぐらい前ですかね。僕はあの時、車でですね、えー、秋田県まで旅行に行きましたね。懐かしい。あのー、大学の後輩とかと一緒に行きましたけどね。はい。 車で、あの、名古屋駅を出発して、約12時間ぐらいでですね、えー、着きましたね。秋田の最初、比内地撮りの。 親子丼を食べましたけど、よく覚えてますけどね。で、ワンコそば岩手県行って食べてですね、僕当時111杯ワンコそば食べましたね。あずまさんっていうあの有名なワンコそば屋さんだったと思うんですけど、そこで食べたりですね、しましたが、まあ、シルバーウィークって聞くとその思い出が、えー、思い出されるんですけど、まあ明日から4連休ということでですね、皆さんお出かけになってですね、ガシャポン回す際はですね、このアイテム多分出てると思いますので、ぜひチェックしてみてください。ではでは、お疲れ様でした。前田でした。 再現もお楽しみに。よろしくお願いします。前田でした。